にあの1分間のパフォーマンスビデオみたいなのを撮って、それを会社で判断して合格した人だけ電話来ますって話は、まさか合宿中に来ると思ったんで、まあ、同期に謝って、うん、あと任したって思って山を降りて、はい、でそのまたしばらくしてから神戸に行ったんですよ。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。で神戸スタジアムの公演の時で、なんかよかったら見学に来ないので、はい、勉強に行って、あ、はい、なんかファン目線みたいな感じでやったらで、行ってリハーサルの時にヒロさんがちょっと直々に、あの実はあの三代目ジェットゴーゾーっていうグループを作るんですけど、で今日あの正式メンバー決まったのでその場で発表しますと言われて、まあ、あの新しいパフォーマーエリーおめでとう、劇団エグザイル壁組、山下健二郎おめでとう、そして、岩田貴則君おめでとうございますって言ってくれたんですよ。もう僕涙止まんなくなっちゃって、これね嬉しいでしょ、大感激、なんか嬉しいって気持ちもあったんですけど、ここまで張り詰めてたプレッシャーとかいろんな自分の今後の将来とか人生とか本気で悩んでたから、それが一気に安心してとする気持ちで自然と涙が、今日はですね、ガンちゃんと映画で共演したことのある女優さんを呼んでいらっしゃるということですね。はい、はい、じゃあちょっとお呼びいただけますか。高田美月さんです。この後女優高畑美月がガンちゃんの意外な素顔を次々に暴露。ラインのスタンプ買い、ワンちゃんさん、よろしくお願いします。リンゴやおじい、何言ってません、リンゴやおじい、言ってません、東京にいようこそ、オープンハウス。冷たい、元気ですか。こっちは昨日から雪です。新しい部署の仕事もやっと慣れてきました。リサとタカシ、リサがしっかりしてきて、君そっくりです。もちろん褒めてます。2年前みんなで花見したよね。タカシがジュースこぼした。